2016年リオデジャネイロで開催されたパラリンピックは連日熱戦が繰り広げられ大いに盛り上がりました。日本代表選手の素晴らしいパフォーマンスや競技の激しさに魅了された人もたくさんいると思います。そして東京都では競技志向の障害者アスリートを発掘するプログラムも実施され、障害者スポーツはさらなる盛り上がりを見せようとしています。今回はそんな障害者スポーツの魅力を徹底的に紹介。どうもペナルティのヒデです。ワッキーです。いや、やっぱりギャグの一つでもやらないと、うん、あなたって認識してない方がいらっしゃるかもしれません。どうしますか？やめてもいいです。このまま次のセリフありますか？いや、もうだとするならやりますよ。ご挨拶ギャグやっといた方がいいんじゃないですか？いきますよ。スポーツ大好きビニューヨヨ。どういうこと？ちょっとなんかギャグなのにちょっと甘噛みしちゃったんですよ。そうなんですね。ギャグなのに甘噛みするっていうね。そこで受けるという、ね、素晴らしいゲストの方お越しいただいております。こちら車椅子バスケの元日本代表ネギさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ネギさん、早速なんですけども、現在ネギさんはどういった活動なさってるんですか？はい、僕はもう今現役ではないんですけれども、うん、主に全国の小学校中学校高校へ向けて競技用の車椅子を持って行って、うん、学校で子どもたちに実際、まあ、僕のプレーを見てもらって、うん、あとは実際に子どもたちに椅子に乗ってもらって、うん、まあ、ミニゲームをして、うん、まあ、それでパラスポーツの素晴らしさっていうものとかを伝える、まあ、そんな活動をさせていただいてます、うん、まあ、僕たちも含めて、まあ、ご覧になっている方々もですね、そのパラリンピック、うん、まあ、昨年のリオで初めて見たという方もいらっしゃって、その中でもね、相当衝撃を受けた方多いと思うんです。そうですね、はい、まあ、まずパラリンピックの話でいくと、はい、まあ、ヒデさんもサッカーされてたということで、はい、まあ、僕もやってます。あ、そう、すいません、申し訳ない。だいたい途中でやめたじゃん。高校の時全国優勝してます。したけども夜逃げ2回してるじゃん。やめろ夜逃げの話。まあ、パラリンピックっていうのは、まあ、障害者スポーツの中で、最も大きい大会、4年に1回、はい、まあ、その中で、まあ、車椅子バスケットボールのような一般のオリンピックにほぼ近い競技もあれば、うん、まあ、今回体験してもらうボッチャ、うん、でパラリンピックにしかない競技なんかもあるので、うん、まずはみんなで、見てもらったり体験してもらうっていうことが最もいいんじゃないのかな、うん、そのまま2020東京で ね、 そうですね、パラリンピックオリンピック開かれますから、はい、そこに向けていろいろ皆さんに伝えていきたいですよね。そうですね、はい、うん、じゃあ今日はお二人に、はい、ぜひパラリンピックの競技もあるボッチャを、うん、一回体験していただきたいんですけども、ね、ボッチャ実際出ますか？ボッチャ、あの、見ましたよ。ボッチャみたいな頭してる。誰がボッチャですか？ね。彼の優しいところはね、はい、受けちゃんと止めてくれるんです。うん、何でも、はい。あの、見ましたよ、パラリンピックで。いや、実際メダル取りましたからね。なんとね、すごいよね、団体で銀メダルを、うん。ですよね。リオのパラリンピックで新たに注目を集めた競技、ボッチャ。メダル獲得というニュースは日本中を駆け巡りました。あ、もういるじゃないですか。ああ、だ。いやー、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リオパラリンピック、はい、団体金メダリストの、広瀬選手です。やったー。よろしくお願いします。すいません、お忙しいところ。いやいやいや、うん、実は今日なんと、はい、その団体銀メダルを取った時のメダルを、はい、あれ、銀メダルで来ていただいてるんで、うわー、よろしいですか？うわ、重い。500g あるんで。うわー、じゃあフルートカラカラ。あ、そうそうそう、聞きました。うん、オリンピックのメダルの方はそれはなくて、うん、はい、パラリンピックのメダルにはそうなんですよね。そうですね。ほら、なるほど、カラが鈴のような、あ、はい、音が、視覚障害者の方もいるからとか。そうそうそうですね、はい、ちょっと持たして。いや、何さっていうか分かんないけど。いや、そんなことちゃんと洗ってるから。いや、すごい。これもう本当に、よく言う感想ですけど、重いですよね。そうやね、重い、一番重いです。うわ、頭振るとき最初にやらなきゃダメだよ。用意してたのに逆だったな。何を学んだの。逆だったわ。今のでも銅メダルぐらいだな。あ、時はで、今日は、今日はね、特別に
広瀬選手が直々にボッチャを指導しに来ていただいたんですよね。楽しみ、まあ、確かにね、うん、見るよりもまずやってみて、うん、そうなのよ、の楽しみを知りたいね、まあ、このボールを何個か使うのは分かるんですけどもルールがあんま分かんないんで、そうですね、うん、そうなんです。まずちょっとボールから、そうですね、あの私はまあ3種類ぐらい混ざってるんですけども、え、3種類多くに見ればこの3つですかね。え、これ若干なんですけど、まあ、革質が、あ、硬質と柔らかさが全然、ね、メロンで言ったらマスクとアンデスみたいなこのつるっとしたのシワが入ってる、でこっちは低反発みたいに戻る革性質なあるので、あ、本当うちの枕と一緒だね。あ、そうそう1試合でこの2種類のやつ使ってもいいですか？あ、全然大丈夫です。いや、あの基本あの個人戦は使えるのは6球なんですけども、6球、あ、こういうことね、まあ、はい、なので、まあ、自分で、まあ、混ぜる選手もいれば、うん、もう1種類だけを6球の選手もいます。そんなの一緒の方が良くないですか、感覚として。あ、まあ、そうなんですけど、ゲームの中でやっぱり全部が柔らかいですちょっと押せない場合もあるので、なるほど、キュッと止めたい時があったりとか。そう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 、なるほどね、ちょっと硬い方がより転がる。これはもう池のメダカの振りですよ、これ多分。あ、そう。で、これがあんまり転がらない方なかなか進まないですよ、ごめんなさいね。もうこんなもんコメディアンに渡したら、ほら、始まったわ。じゃあちょっと遊んでる間にこっちの説明してもらっていいですか？すいません、クーンをするんじゃない、これさ。で、こちらですよ、これ。これ何？これはですね、BC3 といって、はい、まあ、私は手で投げれるんですけども、うん、もっとちょっと重度な方のためにちょっと考案されたもので、はい、あれですね、ここに、まあ、選手がいるんですけども、はい、で、ここに介助者が前に座って、まあ、いるんですけども、はいはい、だから選手の代わりにこう、選手が右、左って言ったら、それ通りに動かすだけで、はい、介助者は後ろを見ちゃいけない。なるほど。ただ本当に手の代わりですからね。その人の指示通りにやらないとファール、はい、反則になると。そうそうですね。僕が選手として、これを触ってもらって、うん、はい、僕はどこに？ここに。ここにいる。後ろ見ないで。後ろ見ないで。はい、で僕が上とか下とかっていうので、うん、この角度。なるほど。はい。で、上。上。もうちょっと、もうちょっと。上。ストップ。ストップ。はい、右。だ、逆になるんですよね。右。こうかな、まず、はい、右、もうちょっと、もうちょっと、あ、行き過ぎ、ちょっと戻してください、ストップ。おー、デリケートなものだな、はあ、で、ボールをセットしてもらって、ボールを、はい、ここにセットして、ここにセットして、もうちょっと下、あー、なるほど、そうです。で、ここで僕が押さえて、うん、あとはまた座っていただいて、で、僕が離します、はい、で、で転がすと、え、めっちゃ見たい。でも絶対見たくなるんですけども、見ちゃうとペナルティになっちゃうので、あ、ペナルティ、はい、2つの意味で、はい、でも彼アホだから転がったらそのまま追いかけるタイプですよすぐペナルティになってますよ。めっちゃ見たくなるよ、後ろ見たいよね、うん、まあ、これが本当に手の代わりとして、うん、だからその、まあ、障害の柔道のある方も楽しめるように、はい、考えられて作られたものだということなんですね。まずこれが実際のコート。そうだから、そっからなんだよな、実際のコートが大体バドミントンコートほぼ同じ。はい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 。で、あのですね、一応基本がこの真ん中のスローイングボックスって呼ばれるところがスローイングボックス、あるんですけども、はいはいはい、個人戦の場合はこちらが赤です。で、こちらが 青になります、はい、で、ここに V ゾーンっていうところがあるんですけども、はい、それはなぜあるかというと、この白いボールがですね、この手前に止まってしまうと、はい、ダメなんで、で相手に移ってしまうんですよ、ね、攻撃が。で、はい、白いボールはこの V ゾーンを越えないと有効にならないので、うんうんうん、この白いボールをまず V ゾーンの奥にまず最初投げ、うん、投げます。はい、で、次は投げた人がもう一回、投げます、うん、で、これで赤が投げてっていうのをで実際交互にやるんですけども、はいはい、ですね、投げる順番っていうのは交互じゃなくてですね、はい、遠い人がずっと投げます、はい、なので、まあ、実際、まあ、今
青赤があるので、うんうん、実際に投げる今どちらが青のが遠い遠いですよね、はい、そしたら青がずっと投げます。近くなるまで青がずっと投げ続けます。だから最初の的をどこにやるかっていうのもそうですね。なんで自分がこっちに投げちゃうと相手が近いのでだできれば自分が近くしなきゃいけない自分が近くて相手を遠くしなきゃいけないので、うんうんうん、そういう場合は私がもうこちらにいるのでそっちの8個側に置くとかここら辺がベストだったんですか。そうそうそう、みんな経験者でしょ、はい、いや僕はあのリオでも実際大会広瀬選手の試合見てるんですけどだからちょっとさ一回、はい、見てみようよ。なるほどね、お二人やってもらった僕もですか、はい、一回ちょっとそしたらじゃあ行きます、はい、まあまあやっぱ自分の方にちょっとやった方がいいんだろうね、まあまあ、だから僕やってみます、はいはい、うわうまい、うまいそれであれよりも近くに寄せないといけないの で、広瀬さんいけます？おー微妙微妙ですよねあーでも今とりあえずもう一球、うん、あまだ僕の方が近かったですよね、うん、近いみたいです。うわーピタッそうすると相手がちょっとやりづらくなるほど、はい、そういうことだ。でもそれを崩しながらまた寄せないと自分が勝てない囲碁みたいな感じだわ、うん、いやこうなりますよね。絶対壁があるもんかも超えてバックスピンでしょ。バックスピン、うん、白超えてそれもあるんですか技として。でもあんまりこう戻るのはあんまりないですね。じゃあ、まあ、まず1回だけでいきます、はい。あ惜しい。あ惜しい。いやわ分かります分かります。もうそこ動かないな。もうなくなってきてるよ球が。うまい。やばい。ラスト。ずっと近くなるまで。計算だったんだあれ。難しいわ。あでもあそこ。惜しい。いやあ難しいですね。ですね。これで試合終了。試合終了と思いきやこれはまだ青が4球残ってるので、はいはい、これはまだ点数もっと今1点しか空いてないんですけど、はい、それ3点4点取れる、まあ、セットありますからやっとかないと、はい、可能性あるので全部お互い投げ切るまで、いややるんですね、投球します、ね、うん、もうあの白にもうとりあえず寄せる方で、うん、転がした、うん、はいはいはい、あーなるほど、わざとあそこにしたなんか悔しいですね。何これすげえ大量得点、嫌な人だな、面白いやすごいそりゃそうだよ。うあでも家も2かな2点かもしれない。で納得してないんだ。でもなんでこれ全部入るんじゃなくて、うん、あこれがあるから、そうそうそうですね、ですね、簡単に言えばこの白いやつがですね、うん、コンパスのあの芯の部分、うん、でこの赤いボールがですね、はい、コンパスのあのインクの部分だと思ってもらえば、はいはい、それでこう書いた時に、はい、そのあ今青が近いので青いボールが何個入ってるかっていうので点数を2だ。そうするとこれとこれ一番近い、そうそうですね、うん、で2対0になります。なるほど、これねテクニックとしてポーンっつってこうダイレクトでこうやって当ててこれをちょっと転がすみたいな。あそれもあります。ある、はい、なんて言われたんですか。ロビングって言われたんですか。ロビングの広瀬ってかっこいいですね、リングネームみたいで、ね、空中でその白にぶつけて奥の自分の球に寄せるとか、寄せるとか。分かりました。いやちょっと鳥肌立ったでも燃えてきた、うん、じゃあルールがもう分かったと、はい、はい、いうことなので、はい、実際お二人、はい、ちょっとじゃあ代表して、はい、うちの相方が、はい、よし、いや言っても運動神経そうよいいんですよ、めちゃめちゃちょっとやれるんじゃないかな、自信あるからね。じゃあぜひガチでやりましょうね広瀬さん、はい、じゃあ1対1の個人戦を、はい、よしよっしゃ、今からこれ、ね、もしねうちの相方勝ったら何かの大会で
ガッツポーズ有名じゃないですか、うんうん、ちょっとうちの相方のギャグ一瞬だけ入れてもらって何のあれにしますやっぱり芝刈り機をやったーみたいなあの教会の方に怒られない程度なんとなくやってくれたらいいですか、はい、おっしゃよっしゃよし行きましょうどちらがじゃあ100で僕はい、はいはい、歓喜のギャグをこれでやっていただけるかどうか、はい、あ僕だじゃあ先行さんから、はい、これ先行やっぱり有利、ね、これやっぱ先行有利ですよ ね, すねまずあのジャックボールを自分で投げるっていうのは、ね、うわ風吹いてるよ、はい、いいよよっしゃ行こう行くぜいや見てる方も緊張してきましたねいやこれ面白い、はい、さあガチンコ対決です、うん、お願いしますさあまずジャックボールうんいいんじゃないコースいいですよねいいんじゃないここら辺ですよねお前コース下げよコースコースねさあ1投目ですあー違うあーまあ、まあ、これ違う欲張ったあーこれ違う全然違うもうやられたわ今広瀬先生ニヤッとしましたよね、うん、で分からんよ勝負は最後までうわーコースうんまっ本気出した、うん、コース取ってますよねそれ、まあ、でもあの端っか横ですかねかロビング飛びのロビングですあロビング行きますロビング行こうよ来たうまいっすうまいうまいっすねいいねロビングうまいロビングはロビングはほぼ 100% ですこれいけるぞあ、ちょっと離れたでもまあ近づいこれ俺ら今だから青を近づけてさらに赤を遠くへっていうことですよねあの間に落としてあちょっと落ちたんだけど、あの間に落ちたんだ。そうか、なるほど。ってことはもうちょっと手前です。手前で、そうそうです、ね、あ、そうだな。あいつテレビカメラのことすっかり忘れてる。出た出た。こういうとこあるんですよ。おーおー。あーあどっちだ。あでも青ですね。青。青ですね。今赤近いです。色は近いの。攻防してるんです。ですよね。見てこれかこれがメダリストか。白に当てれば。あと持ち球もあと1球あるっていうのも。そうですよね。2つあるのでか考えて。おお。でコースは開いたね。でこれで、うん、あと1球なので。1球であそこに。はい。コース上に。ピタッと。もうそういうところ。そういうところですよいやだ距離はでも距離はぴったりあそここれまだ残ってるうまさに ね, ね最後にうちの相方置きに行っちゃったんですよほらうわ上に乗るかそりゃそうか乗れうわすごいすごい一回グッと上がったうわ見てこの青の形綺麗なフォーメーションになってるもんでもねネギさんここで見て、うん、ものすごいエキサイトしましたそうですだからねあのやるのも本当面白いんですけど見ていてもすごい分かりやすくってで、ね、自分たちでこうあ右この作戦っていうのを立てたりとかみんなそれぞれの楽しみができますよね自分だったらあそこに置くなとかも思えるんでちょっといいですかね、はい、ガチ火ついちゃったすごい練習してるしうまいですねいやこれ皆さんぜひね会場足運んでほしいそうですね面白いそうですね今2020年っていう、まあ、東京オリンピックパラリンピックが東京の地で開催されるんですけども今回は地元ということで、本当に多くの方々に応援してやっぱくれることが、うん、私たち本当に力に多分なると思うのでやっぱりぜひ会場に来て応援しに来ていただきたいなという気持ちとあとは今回リオでメダルを取れたので、まだ取れなかった色をこれから
3年、まあもう3年しかないですけども、それに向けて頑張っていきたいなと思います。さらにいい色、さらにいい音、うん、期待したいですね。それって何色なのかな。いやらしいな。言わすそこまで。まあ、本当に2020年には、東京で、オリンピックパラリンピック開催されるんですけれども、その中のパラリンピックっていうものは、まあ、大会自体はあの障害者の人たちが参加します。まあ、何らかの障害はあるかもしれませんが、その中で自分たちの持っているものを最大限生かして強化プレーをしているんですけれども、うん、で最終的には世界中からトップアスリートが日本に来、それをみんなで観戦し応援し、結果誰もが違いを認めて、うん、素敵に輝ける社会っていうものをパラリンピックを通じてなんか広めていけたらなというふうに思いますね。本当、うんうん、そうだよね、うん、なんかまたいろんなものを吸収して学べた感じがするね、うん、いやもう本当楽しみです2020年が、はい、はい。障害のある人に対して私たち自身が心の中に壁を作っていませんか。東京オリンピックパラリンピック競技大会を契機に、障害のあるなしに関係なくお互いを尊重し合い共に生きることのできるユニバーサル社会の実現が求められています。障害者スポーツを通じて心のバリアフリーについて考えてみましょう。法務省では心のバリアフリーを進めるための啓発活動を行っています。